さあ今回は、少年期オービトを使ってやっていきたいと思います。サポートキャラには少年期のカカシとリンを連れてきました。対戦相手はカカシですね。さあ行こう。奥義見せれるといいな。おっと、うんだよね。やばい、変わり身を無駄に浪費しすぎてる。あやべ、ちょっと待って、どっち向いてんだ。あー待って待って待って、なんか全然ダメダメなんだけど、今日スカブってばっか。やべ、いやーいやー、めっちゃ強い。え嘘、危ない。あそうか、装備破壊か今。やべえ、なんかすげえボコボコにやられてる。シャリンガンがあれば、よーし。甘いわ。オーケー。やべ、出てくんな。待って待って、くっそやばい、くっそ、これは非常にまずいですね。さあ後半戦どう巻き返して。ちょ待って、いける、いけ、よーし、やったー、危なかったー。なんとかダメージを最小限に抑えて、一発しか食らってないぞ。オッケー、いけ、よーし、オッケー、いいね、なかなか巻き返してきたんじゃないか。カカシいけ、よし、すまんリン。いやー待って、2人とも食らうとは思わなかった。やばい、危ない危ない、オッケー、いける、甘いわ。さてと、あぶね、さてと、やばい、やりますか、ここまで、さてと、やばい、やりますか、ここまで、オッケー、いいですね。さてと、やば、もう逃げねえ、ここまで、さて、相手は多分サポート、もう逃げねえ、ここまでだ、さてと、やりました、ここまでです。甘いわ、くっそ、もう逃げねえ。行くぞ。当たったわ。こっちにはこのオビト様がいるんだぜ。
オビト、やったね。うう、泣ける、泣けますね、これは。勝ったのは俺だ。ということで前半戦どうなるかヒヤヒヤしたんですけど、今回はオビトを使ってやってきました。ですね、連携奥義を見せれて大変満足しております。というわけでまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。